おはようございます、今朝の9時ぐらいです。めちゃめちゃ疲れてたみたいでがっつり寝ちゃいました。ホストのニコとパンは多分仕事に行ったみたいで今家に僕しかいないです。この宿に来て初めての朝なんですけど、景色がえぐいっす。やばい。今日もロッテルダムに滞在するのでロッテルダムで練習するつもりです。とはいえ集中して本気で練習できるのってせいぜい3時間とかなので、他の時間はせっかくなんでちょっと見たいところがあるので遊びに行こうと思います。でね、僕これが人生で初めてのエアビーなんですけど、こんな素敵な部屋いくらやと思います？正確な金額覚えてないですけど多分6000円とか7000円とかなんですよね。めっちゃ安い、そのボトムのラインが6000円とかだったんですよ。お金そんな無限にあるわけじゃないんで、安いとこから見てここを見てもう速攻で決めたって感じだったんです。こんな最低ラインでこんなとこ泊まれるってエアビーやばいっすね。まあこれからどんだけ海外行くことあるかわかんないですけど、めちゃめちゃハマりました。今からね、ちょっと街に出ていこうと思います。今日も一日楽しんで頑張っていこうと思います。では毎回恒例の僕のサポーターを紹介させてください。今回紹介する僕のサポーターは、サイちゃんです。サイちゃん、あ、サイちゃん、ご支援いただいてありがとうございます。サイちゃんは音響屋さんの仕事をしている方です。今回僕が支援を募って世界大会に行くみたいな話を提案してくれた場にいてくれた方の一人です。応援してくれる人いっぱいいると思うよって言って、あとまっちゃんと同じように足りやんかったら言ってねみたいなことを言いながら支援してくれたっていう、本当に僕を支えてくれた大切なお友達の一人です。今日の朝サイちゃんのストーリーに上がってたウサギのドーナツで僕は笑わせてもらいました。サイちゃん朝から素敵な写真をありがとうございます。 OK, you can talking. あ、 OK? Yeah.さえちゃん、ご支援もそうなんですけども、この支援を募るっていうのを提案してくださったことそのものもめちゃめちゃ感謝してます。こういうのしていいかなって思ってた僕に、何がかんのみたいな、全然やっていいと思うよって言ってくれたのも本当に今となっては ありがたいと思ってます。その説もありがとうございました。世界大会頑張っていきます。引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、動画編集中のモツです。ちょっとこっから続く観光のシーンは結構巻きでお見せしようと思います。この日もしっかりと街を見てみたかったので、ロッテルダムの中心地までロングボードで移動していきました。道中たくさん街の中にアートがたくさん描かれていて、すごい素敵だなっていう風に思いました。何度か描いたんですけど、このロッテルダムっていう街は結構印象としてはなんか近代的な街並みで、アムステルダムとは全然違う印象ですごく楽しかったです。最高っす。街中がスポット、日本もこうなってくれへんかな。なんかどこもそうなんですけど、歩道と自転車用道路の幅がすごい広くてゆとりがあるっていうか、広々としてて、すごいこのロングボードに乗ってて快適だし、その辺がこう普通に歩いてるだけでも気持ちいいなって思ったのを覚えてます。なんかえげつない建物あると思ったら市役所みたいです。超かっこいい。はい、お疲れ様です。ここがちょっと見てみたかった建物の一つ、マーケットホールっていうんですけど、やばくないですかこれ。特にこのデザインの奇抜さ、 YouTube でここを見てめちゃめちゃおもろいなって思って、まあ、来れたら来ようって思ってました。ここはいろんな食べ物が売ってたりとか、飲食店が入ってたりしてるような商業施設でした。あんまりたくさん物食べないって決めてたので、基本的に見て回るだけだったんですけど、見慣れないものがたくさん置いてあってすごく楽しかったです。はい、ご飯買いました。じゃん、めちゃめちゃ美味しそう。これ評価が驚異の 4.9 だったんでこれにしました。練習に向けてスタミナつけようと思います。いただきます。マーケットホールの外にある広場みたいなところでご飯を食べたんですけど、オランダの人本当に日向ぼっこ好きみたいで、僕も現地の雰囲気味わいたくて真似してここでご飯食べてみました。
すぐ近くにある観光名所のキューブハウスっていうところを見て、この日の観光を終わることにしました。なんか有名な建築家の人が建てたらしくて、まあこうやって家が斜め向いてるっていうのがすごい特徴的らしいです。こんな感じで観光地だろうがなんだろうが滑ってても何にも言われないのがほんまに幸せです。練習に来たら昨日のメンツがいました。こんにちは。お疲れ様です。現在時間が夜の7時です。夜の7時でこの感じやばいっす。昨日ね思い知ったんですけど、やっぱ時間の感覚確実にバグってて、やっぱり明るいから。昨日確かこのぐらいの時間に宿に着いたんですけど、あ、まだまだ全然時間あるってなぜか思っちゃったんですよね。本当にダラ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 しちゃって寝たん結局1時とかになっちゃったんですよ。なんでこの日が落ちるのが遅いっていう状況を確実に僕を狂わせてます。でぼちぼちね帰らないといけないんですけど、わざわざ一緒に練習するならここにおいでって連絡してくれた子がもうすぐ来るっぽいみたいなことを言ってて、彼女に会ってから帰ろうかなって思ってます。今日は正直もう集中が切れて全然まだ決まんなくなっちゃったんで、もうみんなとダラダラしてその子に会って帰ろうと思います。それでは恒例の僕の大好きなサポーター紹介の方をさせてください。続いて紹介するのは海さんです。海さん、ご支援いただいてありがとうございます。海さんは福岡で美容師をされてる方なんですけど、昔から僕のこと気にかけてくれてて、一緒に写真撮りに連れてってもらったこともあるし、なんか僕がすごい悩んでた時に飲みに行こうって誘ってくれて、すごい励ましてくれたりとか、もうめちゃめちゃ支えてくれる僕の大切なお友達というかお父さんみたいな感じですね。もう本当にずっとずっと僕のことを応援してくれてありがとうございます。海さんが今回も応援してくれたおかげで大会に来られてるし、こうやってすごいいい環境でめちゃくちゃうまい仲間と練習することができてます。海さん本当にありがとうございます。世界大会頑張ってくるんで最後まで応援の方よろしくお願いします。ではせっかくの機会なんでもうちょっとみんなとわちゃわちゃしようと思います。じゃあ、最後に会いたかった人に会えたんで帰ろうと思います。あ、この人に会いたかった。よし、いやでは帰ろうと思います。もうめちゃめちゃ名残惜しいです。もうここに来ることはもう少なくともしばらくはないんで、めちゃめちゃ名残惜しいですけど帰ろうと思います。やっぱりね、同じ国の友達とやるのとはまた違う楽しみがありますよね。思ったよりも言葉通じたっていうのもあるし、何喋ってもこう新鮮じゃないですか、外国人なんで。なんでもう本当に楽しかったです。絶対戻ってきます。ここ絶対来る。電池が切れそうなんで切ります。バイバイ。この日はおそらく疲れすぎて食欲が全くなかったので、フルーツとヨーグルトを買って帰りました。帰りも来た道を通って帰ったんですけど、この帰り道もすごく素敵な道で、結構距離あったんですけど道が整備されてたっていうのもあって、全然スケボーで帰っても快適だった記憶があります。すごくロケーションも綺麗で素敵な帰り道でした。今日行ったミュージアムパークなんですけど、この日の3ヶ月後7月に実は取り壊しが決まって、すごい長い間市とこの公園の利用者で競技がずっと行われていたみたいなんですけど、ついに7月5日に取り壊しが決まったみたいで、もう僕がここで練習できることはなくなってしまったんですよね。この動画で映ってたロッテルダムの人たちがこの公演がなくなることをすごく悲しんでる映像をインスタとかで見てたんですけど、やっぱり他人事には思えなくて、なんかちょっと僕も一緒に切ない気持ちになりました。まあなんですけど、やっぱりこの動画でも言ってる通り
戻ってきたいっていう気持ちがすごく大きくて、またいつかできれば来年またここに戻ってみんなと一緒に練習したいなというふうに思ってます。それでは今回の動画も最後まで見ていただいてありがとうございました。この次の日はついに大会の開催地であるエイントホーヘンに向かいます。次の動画もお楽しみにしていてください。ではまた。